はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ドラゴンクエスト3続きからね、やっていきましょうということで、ピラミッドね、ここです。ちょっと見づらいんですが、上にあるところ、来てます。はい、もう行きますね。こっからやっていきましょう。ピラミッドってさ、なんか黄金の爪あったよね。ただ、なんかめんどくさいんだっけ、黄金の爪って。いや、ここね、結構めんどくさかった気するんですよね。どうやったっけ、たらか、空っぽ。あ、またあるな。これも空っぽか。空っぽ。マジかよ落ちるんこれ。どっちだこれは。こっちは大王が、まあ、敵はどうですかね。そこそこ強いか。まあまあでも強いね。そうですね、まあ強いですね。でもあ、ここか。ここ呪文使えるのか。よし、じゃあ行きますかね。ここどこ、これマジかよ。こんなとこから戻ってくるんだよこれ。結構めんどくせえじゃんこれここに落ちるから、こっち。おい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 、おいおいおい、ちょっと上行こう、次。なんか落ちとんじゃん。階段。ああ、そうか、ここ魔法使えるのか。めんどくせえな、ここ。あ、開かないっすね。ここ無理やね、まだ。ここやね、黄金の爪があるのは。危ないっすね、これね。薬草。危ねえ、通行の一撃かよ。もうここはちょっと用事ないっすね。はい、行きましょう。ここですぐ出た方がいいね。すぐ出て入った方がいいね。はい、じゃあね、壁に沿ってさ、歩いていきましょう。落とし穴を避けてさ、こっちは行ったからね。オッケー。こっちから行こうかなー。お、なんだこれ。お、関係ないか？関係ないですかね。ちょっとこっち行きますか？あ、上やね。どうする？もう上来てしまったけど。いいか、先行くか、こっち。左行ってないですけどね。まあ、ちょっとそれはいいでしょう。先ちょっとこっち行っちゃいますね。うわ、結構さ、行くとこ多くないですか、これ。うわ、多いわ、これ。うわ、しかも上かよ。マジかよ、これ。うわ、多すぎるな。どうする？とりあえず見て回りますかね、全部。笑い袋めっちゃ美味しいじゃん。こっちは？どう？行き止まりやろ？こっちは？これどう？行き止まり。あっちに下の階段がある。行き止まり、行き止まり、行き止まりやね。で、下の階段が向こうにあるのか。で、ここ上の階段がある。これが正解ルートかな？そしたら、こっちで、こっち行ける？行ける。まず下から。行き止まり。お、宝！よしよし、宝あるやん。人食い箱おらんかったっけ？人食い箱ちょっとやめんじゃねえか、当たったら。ちょっと中断しとこうぜ。ちょっとビビりながら進んでいこう。また戻ってくるの嫌やからね。あ、オッケーオッケー、確かそうかもね。焦る焦る。上行きましょう。これ下の階段つながるとかやね。よしよしよし。で、お、宝あるじゃん。空っぽ。うわ、マジかよ、人食い箱？やべえ。人食い箱強いっすかね。いや、無理やろ、ニフラムとかは。バーバラ、ラリホ。ラリホいけるかな？ラリホいけるかな？マヌーサ。ラリホ。21。
姫の攻撃23。まあ悪くない。いける？絶対無理。おいおいおい、絶対無理やって。倒せ倒せ倒せ。いけ、なんとかいけ。マヌサ、ふざけんな、アホかよ。よしよし、いけたいけた。おっしゃ、いけたぞ。オッケー、いけたいけた。いけてねえって。空っぽ？いや、これまずいな。どうする？マジかよ。人食い箱強すぎるって、さすがに。お宝あるじゃん、でも。これだけは取っとこ。小さなメダルか。よし。じゃあ、一旦ですね。ちょっと、ここまで戻ってきます。街に戻って、復活してね、ここまで来たいなと思います。はい、ここまでね、戻ってきました。上ですね。まあ、下に行くところはね、もう終わったので、じゃあ次、ここからね、行きましょう。お！宝がありそうやね。あっこやね。あれがクリアかな？違うかな？まだあるかな？どうしようかな？先に、上行く？上？こっち上なんか？あ、ありますね。上やね。まだ上あるんやね。これはでも、入れないっすね。ここ関係ないか。そしたらどこだ、これ。いや、なんかあれ宝ありますよね。壁には小さな丸いボタンがある？押してみますか、こっちは。あー、なんかあの子歌っとったな。小さな丸いボタンがある、なんかね、歌ってましたよね。なんて言ったっけ。東の東とか言ってたよね。東の東やろ、こっち。東の東と西の西っつったよ。西やろ、西の隣。西の西。開いた。よし。やっぱちゃんと話聞いとかないとダメですね。絶対わからんよね、こんなん。誰もらんか？スタミナの種と、お、魔法の鍵来た。よしよしよし、魔法の鍵来ましたね。魔法の鍵って、あれ開くか？さっきのところ。こっち開きますかね。ちょっと見てこようかな。なんか意外と覚えとんな。よし、行こう。いや、意外と覚えてますね。楽は。おっと、これ嬉しいじゃん。ちょっと怖いわ、でも。ちょっと待って。ちょっと、戻ってきたくないから、ここまで。うん。昔はこんなんなかったけどね。便利ですね。うん。誰だ？マジかよ。おるんかよ、敵。レベルちょっと足りてないんかな。170。あ、でもくそ、これ、うわ、マジかよ、これ全部かよ。まあ宝入ってますしね。キメラの翼、はい、開け終わりました。いや、大変でしたね。本当に。敵毎回出ますね。で、プラス缶オケ一つできたと。よし、行きましょう。お、派手な服。どうやろう。派手な服は、どうだ？お、結構上がりますね。恐ろしいね。うん、死んどるんやけどね。死にって書いてあるけどね。装備させてあげた。お、なんかあるんかな？はい、ようやくね、戻ってきましたね。いや、最後さ、あれで撮ったじゃん。びっくりマーク。で、落ちてしまったんやけど、あれ調べれたんじゃない？なんか。絶対そうやよね。あれ絶対なんかあったぞ、あれ。ちょっとミスったな。まあ、ただちょっとさすがにもう一回行くのはきついな、これ。
まあ、動画外でね、調べておきます。なんか多分ね、宝あったと思います。黄金の爪もね、取りに行かないといけないのと、最初のね、右と左と分かれてたところで右に自分が行って左行ってないので、まあ、その辺も気になるところがね、まだあるということで、それはね、やっておきます。はい、とりあえずね、魔法の鍵を手に入れたということで、ここはまあ用済みかな。あとは宝を回った方がいいかもしれないですね、各地のね。はい、今回ね、これで終わりたいなと思います。ちょっと長くなりましたね。ご視聴の方ありがとうございました。